タミル語。タミル語、タミル語は、ドラビダ語族に属する言語で、南インドのタミル人の言語である。同じドラビダ語族に属するマラヤーラム語と極めて近い、類縁関係の言語だが、後者がサンスクリットからの膨大な借用語を持つのに対し、タミル語には、それが、比較的、少ないため、主に語彙の面で異なる。インドでは、タミルナード州の公用語であり、 また連邦レベルでも憲法の第8不足に定められた22の指定言語の一つであるほか、スリランカとシンガポールでは国の公用語の一つにもなっている世界で18番目に多い7400万人の馬車人口を持つ1998年に大ヒットした映画ムトゥオドルマハラジャで日本でも一躍注目された言語であるタミール語と呼称。 表記されることもあるが、タミル語は、母音の長短を区別する言語であり、かつの愛は明白な単母音である。そのため、言語の発音に忠実にという原則からすれば、明らかに誤った表記と言える。タミルという名称は、ドラミラ、ドラビダドラビダの変化した形という説もある。という単語自体は、スイートネスという意味を持つ。なお、ドラビダとは、中世に、 サンスクリットで南方の諸民族を総称した子で、彼らの自称ではなく、ドラビダ語族を確立した、イギリス人宣教師、ロバート・コールドウェルによる、再命名である。南インドのタミル・ナード州で主に話されるほか、ここから移住したスリランカ北部及び東部、マレーシア、シンガポール、マダガスカル等にも少なくない和社人口が存在する。これらはいずれも、かつて、 インド半島南部に住んでいたタミル人が自ら海を渡ったり、あるいはインドを植民地化した英国人がプランテーションの働き手として彼らを移住させた土地である。スリランカには人口の約10%を占めるイスラム教徒、スリランカムーア人が存在するが、彼らの母語もタミル語である。タミル語はドラビダ語族の中で書かれた言語としては最も古く、 現在残る文献の最も古いものの起源は起源前後まで遡ると言われる。現代タミル語は主として独自の文字であるタミル文字で表記される。詳しくはタミル文字の項目を参照のこと。上記の母音単独で用いる文字のほか、他、ン字に結合する母音記号がある。なお、イスラム教徒はかつてタミル語をアラビア文字で書き記していたを参照。 現在はイスラム教徒もタミル文字を使用している。タミル語は A、I、U、E、O の五つの母音があり、それに長短の別と二重母音、I と AU が加わることで、k 十二の母音が区別される。タミル語のシ音は以下の通りである。インドアーリア語派の諸言語と異なって、有機音と無機音を区別しないだけでなく、有声音と無声音の間の対立もない。 ただ、単語の先頭や動詞音が重なった場合に、無声音に発音され、母音感や同機関的微音の後では、有声音で発音される傾向がある。日本語を母語とする者にとって習得が難しいとされるものに、それ自体音がある。また、流音に5種の区別、R、L、微音にも4種の区別がある。その一方で、日本語では音音的に区別される詞音が、 4になっているる。場合があるサンスクリットの影響を受けて、古くから文法が記述されており、現在の政治法は指論を含む文語文法書であり十三世紀に書かれたナンルールなどに基づいている。語順は、基本的にはソブ型、オブ型となる場合もあるが、動詞に節字をつけて文相等の意味を持たせる場合は、ソブが基本。ただし、マラヤーラム語と同様に、 主部だけが文末に来るオブ姿も少なからず用いられる。統治表現とされる場合もあるが、新聞等にも見られ、修辞技法として意図されていないことが明らかとなっている。修飾語は、非修飾語の前につく、ロマンス語などに見られるように動詞に、主語の認証が示されることに伴って、主、覚語はしばしば省略される。コピュラは用いない。所有を表すには、 所有同士を用いた公文、私は思っているでなく、存在同士を用いた公文、私にはガールによって表現する。副文を作るための関係詞はなく、日本語と同じく、水を引く飲む、大人、私が引く見た、マイナスもののように、主要部構地で、これに直接する。ただし、文芸作品では、サンスクリット語の影響を受けた関係説表現がられる。 例えば、サンスクリット語の、の公文に従い、と表現するような実例がある。タミル語は、他のドラビダッシュ語と同じく硬着語であり、単語は語根に、いくつかの節字、ほとんどは、節備字を付加して作られている。節字は、単語の意味などに変化を加える派生節字と、文法カテゴリ、認証、数、法、時制などにより変化する活用節字とに分けられる。 公着の長さにはあまり制限はなく、例を挙げると、いけない人々のためにという意味は、と分析できる。しか、サンガムには、五七五、七、五七五、五百七十七の音節を持つものがあり、日本の七十五兆、五十七兆や三十一文字に類似するような形式が見られる。また、日本の古語に多く見られるような係かり結びもある。かき品詞。 係り女子の交算書。名詞及び代名詞は、名詞クラス、陰謀語の性のようなものにより分類される。まず二つの超クラスに分類され、さらに全部で五つのクラス、パル、性の意味に分けられる。超クラスの一つは、ラショナルで、人及び神がここに含まれ、さらに男性単数、女性単数、複数、性によらないに分けられる。 複数型は単数に対する敬語としても用いられる。もう一つは、イラシャネルで、その他の動物、物体、抽象名詞がここに含まれ、単数、複数、性によらないに分けられる。このクラスにより、代名詞が使い分けられるほか、主語のクラスによって、動詞の設備字が変化する。代名詞の前に動詞、する、人など、や、形容詞、良い人など、を付加して、 複合名詞にする。この場合など、下の例、する、人、物の,のように、バルが、設備字によって示される。また、角を表すのにも、日本語の助詞に相当する、設備字が用いられる。伝統的には、サンスクリットに習って八角に、分類される。が、実際には、複合的なものもあり、必ずしも八角に収まらない。また、日本語の、こ、そ、 どにちょうど相当する四種の説頭時、i, a, u, e がある。道に対して、この道、あの道、その道、どの道。ただし、u, そのは古語及び、きっこ体で用いられ、普通の現代語では用いられず、そのは、a, あのにより代表される。動詞は、認証、数、法、時正及び体を示す設備時によって活用する。例えば、 私は滅ぼされんとしていたは次のように分析される。認証と数は代名詞の社格。五感に設備字を付けた形で示される。例では永遠。このような認証マーカーはアイヌ語にもある。アイヌ語ではアン。三認証はクラスにより変化する。さらに時制と体も設備字として示される。体は補助動詞によって表現される。 受動体のみならず、主動詞に対し進行などの動詞のアスペクトを表すことができる。動詞には、強変化と弱変化の対応する二種あるものがあり、応用卒用変化は他動詞、弱変化は自動詞に対応する。例えば、強変化、滅ぼす、弱変化、滅びる、死や、強変化、集める、死か、弱変化、集まる、死らなど。また、 五感が対応する一組の動詞で、他動詞と自動詞に対応しているものもある。例えば、アーク、なるに対する、アーク、作るなす、従うに対する、従えるなど。時制には過去、現在、未来があるが、古語では現在形が見られず、未来型により表現されていた。未来型という名称にもかかわらず、実際の文章では、したものだったという過去の習慣や、 するという現在の意味、するだろうという推量の意味にも用いられ、未来の意味以外にも用法は広い。法は、命令法、願望法のほか、和者の態度、事象や、その結果に対する軽蔑、反発、心配、安心などを示すことができる。このほか、純動詞、同名詞や、主詞の分詞など、も、動詞互換に設備詞をつけて作られる。 形容詞と副詞の区別はなく、ユリックルという名詞を基本として、設備字をつけて、形容詞、または副詞とするのが普通、独立の形容詞、副詞も一部ある。他に接続詞がある。係り助詞があり、名詞、同名詞、分詞名詞、副詞、副詞プラスなどで結ぶ。通常の数詞に使われる文字のほか、タミル語では10、100、 線には特別な文字を使う。参考のために上記に加えて、日、月、年、負債、残高、同情、貨幣単位、ルピー、数字を以下に示す。以下に0から9までの基本数字の読みを示す。タミル語には極めて禁煙のマラヤーラム語という言語があるが、両者は同一の言語の方言の関係にあるとは、必ずしも言い難い。それは、 マライアーラム語は北インドのサンスクリット語、プラークリット、ヒンドゥスターニー語をはじめとするインドアーリア語族の言語から語彙、文法面での多大な影響を受けており、その他アラビア語、ペルシア語、ポルトガル語、英語などの語彙を借用しているため、両者の意思疎通が容易でないからである。ただし、タミル語はドラビダ語族の諸語の中では最も上記の言語からの影響が少ない部類に入るが、 サンスクリットやヒンドゥースターニー語などからの借用語は少なからずある。国語学者、王の進むは、日本語の原型がドラビダ語族の言語の影響を大きく受けて、形成されたとする説を唱えている。ただし、この説には、系統論の立場に立つ、言語学者からの批判も多く、この説を支持するドラビダ語研究者は少ない。日本でも、 1990年代のアジア映画ブームの中でインド映画が紹介された。その中でも特にムトゥ・オドル・マハラジャなどのタミル映画作品がピックアップされたことなどから昨今ではタミル語を学ぶ日本人も増えてきている。タミル語は7000万人もの話者を持つ言語であり、インド国内のみならず世界的に見ても大言語である。 主要先進国各国の人口は1億人に満たない場合が多く数千万という和社人口はイタリア語やベトナム語、朝鮮語の母語和社の総数に匹敵する。南アジア、東南アジアのいくつかの国で公用語にも採用され豊富な古典文語も持つ。これだけの影響力のある言語でありながら日本では本格的なタミル語文法学習の書籍や辞書、 音声教材などがほとんど出ていない小さい書籍が数点出版されているに、どまる。かなりマイナーな言語も扱う大手の語学専門出版社でも、タミル語の学習書はあまり出版されていない。その一方で、タミル語と日本語の関連性を扱った書籍は多数出版されている。そのような現状からタミル語学習の書籍を出版すると、 批判の多い仮説を扱った書籍と混同されるのを恐れて大手の出版社はタミル語の学習書を出版するのをためらっているのではないかといた都市伝説さえ生まれた。しかし実はタミル語を学習する書籍は英語などの多言語で出版されたものでも決して豊富とは言い難い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。